お待たせをいたしました。本大会女子で一番速い選手を決定する瞬間が参ったようであります。大会新記録更新も十分期待が持てます。それでは女子 100m 競走決勝出場選手の方を紹介いたします。2レーン748番三田さん大阪国際大学、3レーン6の794番石崎さん大阪成蹊大学、4レーン363番磯貝さん聖マリア女学院高校、5レーン5の2160番伊達さん中京大学、6レーン6の779番柴崎さん大阪成蹊大学。予選では11秒96の大会記録を更新しております。7レーン8番佐々木さん東大阪大恵愛高校、8レーン6の781番竹本さん大阪成蹊大学、9レーン1番大阪さん東大阪大恵愛高校。以上8名の選手によりまして、女子 100m 競走決勝であります。観衆の皆様方、お静かに協力をお願いいたします。本山、これは伊達さん中京大学、これ11秒99の表示、追い風 0.1m。女子 100m 競走を制したのは伊達さん中京大学、時間11秒99でありました。伊達さんおめでとう。